道行くあなたも一緒に歩きませんか。消費税反対、消費税廃止。消費税を廃止にして日本を景気良くしよう。中層も練り歩いております。消費税を廃止にすればあなたの平均年収が上がる。消費税をやめた5年後には平均年収が30万円上がる。10年後には58万円上がります。これは参議院の資産。消費税を上げて日本を景気良くしよう。消費税廃止。皆さん景気はいいですか。景気が悪すぎる日本、30年の不景気、先進国ではたった一つ。ここまで景気が悪い国は他にありません。だからこそ今こそ消費税を廃止にしようじゃありませんか。みんなで消費税廃止、消費税廃止。大きな音で失礼をいたしております。重層付近、人々が歩いている、そして声を上げている。消費税廃止とありがとうございます。みんなで好景気を、この国にもう一度好景気を。そのためには消費税を廃止にしよう。毎日が 10% オフ。消費税廃止、消費税廃止、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 消費税廃止、消費税廃止、消費税廃止。大きな音で失礼をいたします。30年間先進国の中で一番景気が悪いのが日本です。この状況を打破するためには、まずは消費税廃止で毎日が 10% オフ。みんなで力を合わせて消費税を廃止にしましょう。消費税廃止、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 廃止、廃止、廃止、廃止。毎日が 10% オフ。そんな日常を迎えるためにも消費税廃止、この一点でみんなで力を合わせていきませんか。あなたが毎日のようにこまごまと払っている消費税、これが積もり積もれば1年間で20万円から30万円になってしまう。これがなくなれば、あなたの好きなように2、30万円を使っていただける。いいぞいいぞ。消費税廃止、消費税廃止、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 消費税廃止、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 廃止、廃止、廃止、廃止。大阪王将でご飯を食べても 10% 分は取られない。だからその余ったお金でコーヒー一杯飲んじゃえる。いいぞいいぞ。消費税を廃止にしよう。日本の屋台骨、中小企業が苦しんでいるのがこの消費税。これをやめればみんな景気が良くなっていく。そうだそうだ。景気が悪い時には減税するのは当たり前。でも日本だけはこれは減税ではなく増税の方向に向かっています。こんなことでは話にならない。だから今こそ政治の決断をさせるために
車をかけよう。消費税廃止、消費税廃止、廃止、廃止、消費税廃止。ドン・キホーテでお買い物の皆さん、今あなたが買い物をした時に取られた消費税、これがなくなればあなたはさらにもう一つ何かを変えたかもしれない。そう、1年間で皆さんがお支払いいただいている消費税は20万円から30万円にもなってしまうわけです。消費税がなくなれば、そのお金をあなたのために使ってもらえる、旅行になって行ける、今こそ消費税廃止にしようじゃありませんか。消費税廃止、消費税廃止、廃止、廃止、消費税廃止。30年続く不況の中でコロナがやってきて物価高、この状況の中で政府は社会保険料を3増にし、そして増税までも狂っています。それやってる場合じゃないだろう。今こそ減税、今こそ廃止だ。消費税廃止、消費税廃止、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 廃止。大きなお声で失礼いたします。れいわ新選組代表の山本太郎と申します。重曹にお邪魔をいたしております。30年以上賃金が上がらない国は先進国で日本だけです。30年連続で賃金が下がっているのに、物価高に苦しむ皆さん、今こそ政府に減税させようじゃありませんか。だから消費税は廃止にしよう。消費税廃止、消費税廃止、消費税廃止、消費税廃止。こんなところに重曹の選挙区として含まれる大阪5区の大石あきこ衆議院議員、あまりにも普通の T シャツを着ているので一瞬見逃しそうになりましたよ。何をされてるんですか。デモしてます。ストップ増税デモ、山本太郎れいわ新選組代表もここに来てます。ぜひ皆さん一緒にデモしましょう。れいわ新選組の大石あきこと申します。こんにちは。お兄さん一緒にデモしませんか。デモチラシ、チラシ受け取ってください。チラシありがとうございます。このデモの終わるところでおしゃべり会も予定していますので、ぜひ皆さん一緒にデモしましょう。消費税廃止、消費税廃止、山本太郎です。消費税廃止、消費税廃止、消費税廃止、消費税も無理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 。皆さんこんにちは。山本太郎と大石あきこです。皆さん一緒にデモしませんか。ストップ増税デモ、ありがとうございます。ありがとうございます。チラシぜひお受け取りになってください。マイクを変わりました。令和新選組代表の山本太郎、重曹にお邪魔しております。そして今道端でチラシを配っているのが令和新選組の衆議院議員、ここ重曹が地元、そう大石あきこ衆議院議員も一緒に歩いております。あまりにも景気悪すぎますよ。この状況を変えるためには
減税、これは絶対です。そして社会保険料の減免などをしてあなたが使えるお金を増やしていく、そして社会にお金をしっかり回していく、それが必要なんです。でもそれをやろうとしない今の政治だから、みんなで声を上げて変えていこう。消費税廃止、消費税廃止、廃止、廃止、消費税廃止、消費税廃止、消費税を廃止すれば毎日が 10% オフ、度重なる物価高、この中で給料は上がらない、これで苦しくない人なんていません。だから今こそ景気を良くするためにも、あなたの生活のためにも、消費税は廃止、消費税廃止、消費税廃止、消費税廃止、廃止、廃止。世界広しといえども、景気が悪い時に増税する国はございません。特に消費税、付加価値税的なもの、景気が悪い時に増税する国は存在しません。日本以外、日本は97年以降、景気が悪い中にもかかわらず3度も消費税を上げた。そして社会保険料も上がるばかり。でも皆さんの賃金は上がらない。これで景気が良くなるはずもない。だからこそ今、消費税の廃止が必要なんです。力を貸してください。この国のオーナーとはあなたのことです。みんなで力を合わせて、何としても消費税を廃止しよう。消費税廃止、消費税廃止。れいわ新選組代表山本太郎、そして衆議院議員大石あっこが重曹の街を歩いております。ありがとうございます。よかったらチラシ、チラシを2枚ほど。ありがとうございます。失礼をいたします。ありがとうございます。消費税廃止、消費税廃止、廃止。この国のオーナーは総理大臣じゃない、資本家でもない。この国のオーナーはこの国に生きるあなたです。あなたの力がなければ消費税も廃止にはできない、教育費も無償化にはできない。みんなで声を上げる必要があります。こんな風に消費税廃止、消費税廃止、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 消費税廃止。日本の屋台骨、中小企業、この中小企業に雇われている人たちは労働者の6割、まさに中小企業こそがこの国の屋台骨だからこそ、彼らを苦しめる消費税を一刻も早く廃止にするのが好景気の道。力を貸してください。皆さん、消費税廃止、毎日が 10% オフ、消費税を廃止にすれば日本の景気は爆上がり。みんなで力を合わせてぜひやらせてください。消費税廃止、よかったらどうぞ。ありがとうございます。よろしかったら、職人さんですか、消費税なくなったらどうですかね。最高ですね。職人さんが消費税がなくなったら最高ですねとの言葉いただきました。じゃあ職人さんにもコールいただきましょう。消費税廃止、消費税廃止、消費税廃止。ありがとうございます。職人さんから心の声、消費税がなくなればむっちゃ楽になる、みんなも楽になろう。消費税廃止、消費税廃止、廃止。皆さんご存知でしたか。消費税はみんなの老後とほぼほぼ関係ないんですよ。社会保険料、社会保障、ほとんど関係ないです。消費税が上がるたびに法人税は下げられる、法人税が下がるたびに消費税が上げられる。
一部資本家、大企業のために減税するためのその税金が消費税廃止。消費税廃止。消費税廃止。廃止。廃止。消費税廃止。30年の不況が続く日本、先進国の中において30年不況が続く国は日本だけ。経済政策が誤ってる。雇用環境を破壊しすぎた。さまざまなことでこの国は壊されていっている。だからあなたの力が必要なんです。消費税廃止とお言葉ください。消費税廃止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 。聞け街の声を、政治家たちよ、この声を聞いて直ちに消費税の廃止にすべし。毎日が一番ですけど、消費税廃止ご存知ですか。あなたが1年間でどれくらいの消費税を。聞いてるよ。ああ、聞いてるよ。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 ありがとうサンパテアなんで、手止めの、手止めの駅だ。うわ、嬉しい。連絡来てた？え、川田さんから連絡来てた。川田さんから。あ、本当？はいはい。どうなんですか、夜は。あ、はい。本当、もうこっちの方がいいのよ、向こうに行くから。朝投稿したんでね、眠たかった。頑張ってますね。はい。遊び時間行くんですか？行きますよ。じゃあ後で。ちょっと遅れたんですよ。
デモ隊ゆっくりと止まってください。ありがとうございます。ありがとうございます。消費税廃止と一緒に声を上げたくなっているんじゃないですか。淀川警察の皆さん、ありがとうございます。これから淀川警察の前を通過いたします。公務員だって人間だ。そう、仕事の割には給料安い。だからそんなあなたにも消費税廃止が必要なはず。いくぞ、消費税廃止、廃止、消費税廃止、頑張れ頑張れ大石あきこ、あきこ、あきこ、やりすぎあきこ、大石あきこ、消費税廃止、消費税廃止、消費税廃止、金をすれ、金をすれ、消費税廃止、消費税廃止、デモ隊ゆっくりと止まります。お車のご協力ありがとうございます。失礼をいたします。令和新選組代表山本太郎、ただいま淀川警察前でマイクを握らせていただいております。そして私たち令和新選組と、そして一般市民の皆さんで消費税廃止を訴えるデモを行っています。あなたもどうですか、一緒に声を上げませんか。こんな風に消費税廃止、消費税廃止、廃止、廃止、消費税廃止、増税やめろ、増税やめろ、ストップ増税、ストップ増税、頑張れ頑張れ大石あきこ、消費税廃止、日頃からお世話になっております衆議院議員の大石あきこが現在消費税廃止のデモの中、市民の方々一人一人にチラシを配っているところでございます。お嬢さん、お坊ちゃん、こんにちは、こんばんは。皆さんの将来を必ず守らせていただきたい奥田文雄カード、すごいですね、マニアックですね。ありがとうございます。消費税廃止、消費税廃止、教育無償化、教育無償化、教育無償化、消費税廃止、30年以上景気が悪い国が日本です。そんな国の中で今できることは、国がちゃんと社会にお金を回すこと、だから消費税廃止です。いいですか、消費税廃止の声をあなたからいただきたい。いくよ、消費税廃止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 。おいくつですか。12です。12歳だって消費税廃止しなければならないことを分かっている。次はあなただ。いくよ、消費税廃止、消費税廃止、消費税廃止。おいくつですか。10歳です。10歳の人でも分かる、消費税を廃止にして日本の景気を良くしよう。お菓子を買う子供たちからも消費税を取る、こんな血も涙もない政府ありえません。だからやめさせていただきたい。消費税はやめましょう。消費税なくなったら助かりますか。消費税廃止、消費税廃止、消費税廃止、消費税廃止。ご覧の方もいきましょうか、いきますよ。消費税廃止、消費税廃止、消費税廃止、消費税廃止。ありがとうございます。ありがとうございます。
体的に必要なことです。令和新選組にやらせてください。景気が悪い日本という国、30年も景気が悪いのは先進国で日本だけ。このような状況が訪れるのはあまりにも訳がわからない政治が続いているからです。みんなで変えていこう。この国のオーナーは皆さんです。だからやらせてほしい。まずは消費税廃止、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 廃止、廃止、廃止、廃止。ありがとうございます。令和新選組代表、ポポ中層から淀川から国会に送っていただいた大石あきこ、今共に歩いております。大石あきこさん、一瞬マイクどうぞ。消費税廃止、消費税を廃止に持ち込もう。消費税廃止、消費税廃止、廃止、消費税廃止、廃止、廃止。消費税がなくなったら私の老後がどうなるんでしょうか。問題ございません。ご心配ありません。消費税はそもそもあなたの老後とは関係のない税金なんです。大企業に対して減税、大企業に対しての減税、そのために取られているのが消費税だってことを皆さんにぜひ知っていただきたい。だから消費税廃止、切り取り動画を投稿してくれてる方へ感謝の言葉を代表からいただきました。はい、待ってる、待ってます。令和新選組代表、山本でございます。本当に、本当に一番いいところをこうつまんで、動画にしていただけるっていう方がいらっしゃるから、こうたくさんして、より令和知らない人でも知っていただいたりとか、あと山本太郎ってどうやねんっていう人たちに、あ、意外とこれまとまること言ったんなみたいなことをなんかこうやっていただいてるっていう、非常に本当はね、あの私たちがそれを公式でやっていかなきゃいけないようなものを、皆さんの感性でそれやっていってもらってるってことがすごく拡大していってるというか、拡散していただいてるので非常にありがたいです。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。一緒に帰っていきましょう。